この学校は好きですか？私はとってもとっても好きです。でも何もかも変わらずにはいられないです。楽しいこととか嬉しいこととか全部全部変わらずにはいられないです。それでも、この場所が好きでいられますか？私は。角原。相変わらずいないのか？
何度言えばわかるんだよ。でも、すげえ小さい音だったっての。すげえ小さい音でも壁が薄いから響くんだよ。ヘッドホンで聞けよ。な、高級なもんねえって。じゃあ聞くな。いや、でもあれ聞かないと調子出ないんだよね。それに結構イカス音楽だと思うんだよね。今度歌詞とかちゃんと聞いてみてよ。イカしてるから。生かしてるも何もねえ。こっちはムカついてんだよ。次聞こえてきたら叩き出すぞ。そう、ラグビー部め。うわ！僕を殺す気か？あのさ、岡崎。ただでさえここのところ、連中との関係が穏やかじゃなくなってるんだからさ。あと1年残ってるよ。あのね、僕だって1対1なら引くことはないさ。たとえ相手がラグビー部だとしてもね。けど、周りは全部ラグビー部の部屋。こんな場所で事を起こした日には、部が悪すぎるよ。でもまあ、卒業間際になったら派手にやるのもいいね。そん時は岡崎、
僕の背中はお前に任せるぜ。来るなよ、行けよ。いつからだよ。はい？なんでよ。共に過ごしてきた僕らの2年間は一体何よ。お前な、僕の立場に立ってみろよ。頼むから、ここではおとなしくしててくれ。出ねえよ。頭下げようが出ねえよ。お前、ここが食堂かなんかと勘違いしてない？ああ。全然分かってないっすね。自分で行くという発想は浮かばないのかよ。そんな裏設定は隠されていません。壮大な嘘つくな！最初も最後もねえよ！
僕、むちゃくちゃ本望そうっすね。っての